い、皆さんこんばんは、大変遅くなりました。いや実はもう本当にとんでもないニュースが、入っていまして、その対応に非常に追われておりました。本当に沖縄っていうのは本当にどうなっちゃうんだろうというようなニュースでございます。さて、今日はその話を中心にいきたいと思います。今夜のボギーチャンネル、1月29日も、本当に、はい、15分を遅刻しました。本当に申し訳ございません。そのぐらい慌てておりました。それと、名護の、市長選挙におきまして、いろんな情報が入ってきまして、その処理、対応の方もバタバタしております。はっきり言って反対派オール沖縄かなり焦っています。この選挙の状況についてもいろいろまた皆さんにお話をしていきたいと思っております。はい、今夜も、ちょっと時間遅くなったんですが、あっという間に101名の方々が来ていただきまして本当にありがとうございます。今日私が非常にもう沖縄っていうのはやっぱり知事変えないとダメだなと思うようなニュースが飛び込んできたんですよね。はい、今日はもうその話をしますんで、本当に皆さんからいただいているニラ茶とかニラ束いろいろご紹介したいんですけど、多分その時間もないんじゃないかと思うぐらい、はい、私憤っております。はい、タミネーターさんどうもニラ束ありがとうございます。あゆみさんどうも徳のニラ茶ありがとうございます。菊山さんカルガムさんもありがとうございます。はい、ワイナガさんもありがとうございます。いや、はい、和田先生明日来ます。はい来ます。はい、ちゃんと分かってます。はい、意外と分かってますよ。はい、なぜか分かってます。他にもいろいろ入ってきます。分かってます。はい、言わないだけでございます。あ、虹色さんありがとうございます。さて、今日私は非常にね、これはダメだというニュース、今日のさくらではお話をしませんでした。はい、今日のさくらでは話をしていません。はい、なぜかというと、その時点ではまだこの資料を作ってなかったので、今日のボギーチャンネルでお話をさせていただきたいんですけど、私が非常に今も懸念をしている話はですね、もう実はこれなんですよね。これ皆さんもご存知のとおり、これ私紹介するのは3回目です。はい、これ1月の16日に那覇地裁が出した判決、基地反対派の、弁護士を、この基地のゲートに行くのを制止したことが違法なのか違法にならないのかという裁判で、那覇地裁は、はい、これはいわゆる自由を、ね、制限したということで、なんとこの弁護士、当時は弁護士で名乗ってなかったらしいんですけど、その基地の前に行こうとしていることを自由を束縛したということで、沖縄県警に対し、はい、30万の支払いを命じる判決を出したんですよね。まずこれおかしい。いや、これ誰が見てもおかしいですよ。この弁護士の言い分聞いたら本当に異常ですよ。ここをね、通してもらっても、その通した人間が必ずしも妨害行為に参加するという保証はないと。もしかするとちゃんと道路のそばに車を止めて、きちんとした抗議活動をする人かもしれないじゃないかと。そういった人を止めるのはおかしいんじゃないのかと。いや、逆に言えばそうやって通してですよ、道の真ん中に飛び出たり寝転がったりしたら、じゃあどうするんだとあるんですよ。警察っていうのは、事件事故を未然に防ぐということで、いわゆるこの警察っていうね、一つの強制力でそういった事件をね、前もって予測をし、防止するっていうね、大切な治安維持の役割があります。それに対して那覇地裁は、この自由をいわゆる妨害したということで、県、つまり沖縄県警が悪いという判決を出しちゃった。はい、そして当然ながら私はこれね、
控訴すると思っていました。ところがこれおなが知事、基地反対派に配慮か、基地抗議活動弁護士の、弁護人の、制止に違法判決で沖縄県控訴せず、控訴しないって言ってるんですよ。これ皆さんびっくりですよ。控訴しない、はい、もう一回言います。基地抗議活動弁護の弁護士の車制止は違法の判決で沖縄県控訴しないと。そうです、白神さん、県警のトップは沖縄県知事です。はい、蓮次郎さん、ニラちゃん、ありがとうございます。控訴しないって言ってるんですよ。つまりこのね、基地反対派がその現場に行くことを、止めるのはもう止めることができないということになります。ホロンさん、どうもこんばんは、んこでございます。はい、いや、これ異常する、異常です、まさにこれですよ。基地反対派に配慮かと、いや、基地配反対派に配慮かどこじゃないですよね。これいくらなんでもね、異常すぎます。そしてこの理由、こういった理由を言っています。控訴しない理由っていうのがあります。尾長知事、北部訓練場のヘリコプター着陸隊移設については、工事に際し事前に十分な説明がないまま機材の運搬が強行されるなど、地域住民の日常生活に影響を及ぼしていたと。そう、マグロさんの言う通り、国家のこれ根幹に関わる問題ですよ。はい、北部訓練場のヘリコプター着陸隊云々で地域住民の日常生活に影響を及ぼしていた、そうですか。いや、もうアリスさん、これね、福建省とかじゃないですよ、沖縄の韓国化ですよ。これ韓国化、いや、日常生活に影響を及ぼしたの、こういった人たちじゃないですか、皆さんね。防衛局が地域住民に影響を及ぼしてました？違いますよね。こうして道路にですよ、まるでね、猿のように集まって、いい年越えた大人が道の真ん中に座り込んでですよ、こんな人はこの道通れないですよ、地元の住民は。宮潤さん、どうもこんばんは。そしてこんなことされたら皆さんオートバイすら通れない、どうですかこれ。皆さん、こういった写真ね、これは防衛局がやってるんです、違いますよね。警察がやってるんですか、違いますよ。これ基地反対派がやってるんですよ。そう、ノリゾーさん、この写真絶対にテレビが使いませんね、絶対に使わない。ホロンさんの言う通り、消防車も救急車も通行できないね。尾長知事はこの控訴断念の理由を、いわゆる地域住民に影響を及ぼしていたと言ってますけど、地域住民に影響を及ぼしていたのはこの訴えを起こしたね、弁護士のお仲間たちです。はい、これが現状なんですよ。はい、そして次の理由、これも呆れます。次の理由これですよ。皆さん、沖縄の米軍基地の形成過程など歴史的経緯や米軍基地の過重負担に対する県民の根強い不満があることなど、県民の思いも重く踏まえる必要があると。つまり法律ではなく、ね、県民の根強い不満、県民の思いを優先するということなんです。いや、榎本さん、これもうね、つまりこういった裁判っていうのは、これ裁判所が最終的には判断すべきことなんですよ。裁判所が
だって控訴して次高裁に行く、高裁がダメであれば次は最高裁まで持っていくっていうこと、それを地裁というね、はい、三審制の一番下の方にある地裁で、そのね一部の勢力に加担した人間によって判決が確定してしまうっていうことなんですよ。つまりこれはですね、今後大変なことをね呼び起こす可能性があります。しかしこの尾長知事が言ってるこの控訴断念の2つの理由、2つともみんな感情論です。感情論、工事をするとき地域の住民に迷惑をかけただろうと、そして今回は沖縄の米軍基地の形成過程、いや形成過程と法律って何も関係ないですよ。そうです、高松鶴さんおっしゃる通り、なんで我々沖縄県民毎日基地のことばっかり考えないといけないんですかね、おかしいです。テレビ毎日基地ですよ、基地基地基地ね。つまりこの沖縄県、これそうです、行政訴訟できますよ、これね、黙ってますね、これやっぱおかしい、絶対おかしい、はい。だってこれ警察の業務ですよ、警察の業務をねについて、それが適法かどうかは裁判所がね最終的に決めることで、なんで1回の県知事がこれ決めるんですか。それも感情論を持ち出して決めてるわけですよ。いや本当に榎本さん、これそのまましてたらこれ大変なことになります。まさに常治国家、はい、国民の感情で政治も行政もね、裁判も左右される、韓国と全く同じです。これってね私思うんですけど、今回のこの尾長知事のこの発言、控訴断念、これ本当にこれ日本のこれ警察の在り方を揺るがす大きなこれ事件になりますよ。だって尾長知事というのはいわゆる反社会的勢力、中にはね公安の監視対象になっているような連中に支持されている知事ですよ。その知事が治安維持に携わる警察のその行動をですよ、いわゆるそういった反社会的勢力に忖度をして、ね、法律をですよ、はい、裁判という手段を最大限に活用して警察の力を規制するわけです。違法行為を規制するんじゃない、違法行為を取り締まろうとする警察の手足を奪う。いやこれ、うん、そうそう、警察庁これ見て見ぬふりかっていうことですよね。これがね皆さん、もしまかり通る世の中になるんだったら、これもね止められなくあります。トーン、はい、皆さんこれ沖縄ではよく見られます。成人式の日ですね、はい、こうして成人式の日に、まあ、屋根ぶった切ってですよ、道路をこう爆走する若者たちを警察が強制的に止めることもできません、はい、強制的に止めることもできない。なぜなら止めるといわゆる通行の自由を妨害したと言ってこいつらに訴えられたら前例主義ですから、沖縄県警は、ね、訴えられたら30万円払わないといけなくなるんですよ。30万、どうです皆さん、こういうのを、ね、規制したら30万、警察は沖縄県を払わないといけない。むちゃくちゃですよ本当に。これもそうですよね、ドン、はい、こういうふうに暴走する若者たちも止められなくなる、沖縄県警は。
止めたら俺たちの行動の自由を妨害するつもりか訴えるぞっつって言われたら、そうですボロンさんおっしゃる通り、そうなんです、川田さん、これ取り締まれなくなります。そしてね、これも取り締まりができません。うまくお見せするやつ、はい、これも取り締まれません。いや、こうしてね、トラックの通行の妨害をしても自分たちは咎められないけど、こういった行動することそのものは、ね、表現の自由とか行動の自由を標榜して規制できなくなる。無理してこれをね排除すれば、俺たちの自由を奪ったと言ってまたやられる。もう沖縄県警本当にもう涙が出そうですよ。こいつらも止められない。はい、こうやって道をね塞ぐっていうのが分かってても、ね、塞ぐっていうのが分かっててもそれを止めると、いわゆる行動の自由を妨害したと言ってこいつらに訴えられる。すると今回のこの尾長知事が控訴断念ということでそのまま確定してしまえば、前例主義ですから沖縄県はこういった連中から訴えられたらもう何もできなくなる、ね、何もできない。だって裁判で控訴断念で判決が確定してるんですから、一度確定したらもう前例主義ですから、沖縄県警はもう二度とこういったものを、ね、止めることができない。そうですよ、で万が一活動家たちを捕まえるとこうなります。はい、活動家を捕まえるとこうなる。どうなるかっていうと、仲間を返せ、不当逮捕だと言って警察署に押しかけるんです。こうして結局ね、今後このように押しかけられたらね、沖縄県知事は基地の形成過程や県民感情に配慮して釈放しろと言うんですか。いや、ラプタさんその通り、こうなるとね、こうなると今後ですよ、沖縄のそういった通行規制などは沖縄県警は一切できなくなる、ね、一切できません。もう警視庁や他府県から来た人たちしか触れなくなるんですよ。そうでしょ、だって沖縄県警は行くのを止めてね、規制したら違法だっていうことがもう決まっちゃうんですから。あ、タイガージェットシンさん、ありがとうございます。これって日本のですよ、これ警察の治安維持のあり方の根幹に関わるとんでもない問題です。これは一都道府県知事が決める問題じゃない。これね、これ本当にこれはっきり書いてますけど、産経の記事に、なんと沖縄県警は控訴したいと訴えてたって言うんですよ、知事に。だってそうでしょ、警察はね、やっぱり警察法とか道路交通法にのっとってやってるわけです。で特に私たちは問題はないと、これについてはきちんとやっぱり法廷で争いたいっていうことを知事に愚心している、上申してます。ところが知事が基地の成立過程やとか高江で防衛局が工事を進めるときに地元住民に迷惑をかけたとか、県民感情とか、もう感情論でこれをね却下して、却下してですよ、県警はこれは納得いかない、控訴したいって言ってます。しかしそれをなんと県警のトップである
尾長知事が反対派への忖度で控訴をしないで判決を確定させる、そうなった場合この沖縄県警は全国の警察が当たり前のようにできることをねできなくなる。全国の警察はもちろん犯罪のね未然防止のためには交通規制もしますよ、はい、道路封鎖もします、行動の制限もします。それが沖縄県警はできなくなる。これってね法治国家と言えるんですか。法治国家っていうのはこの日本国内どこにいても同じ法律が適用されるっていうのが法治国家です。ところが沖縄だけその法律にのっとった行動ができないっていうことを、ジュゴンとか平和の一義すげとかにね共感して票を入れた人たち、こんな世の中でいいんですか。法律より感情によってね左右される、こんな沖縄でいいのですか。いや私はこれ異常すぎると思う。もうこのニュース見た時に私はもうやっぱりこの知事ダメだと思いまして、いや前からダメだと思ってますけど、よもやね裁判ですよ、裁判でいわゆる慰謝料30万をね払う判決が出た。当然ながら普通だったらこれは納得はいかないということで控訴しますよ。それと控訴しないで確定させようとしている、これ時間がないんです。はい、そうです。これ今的中さんおっしゃってますけど、それもあります。またこれね私今日ちょっと時間がかかったのはいろんなところに連絡していました、まあ、当然ながら責任ある方々にもです。私は非常に頼りにしている方々にも連絡入れました。はい、これ多分中央の方でも大問題になると思う、ね、沖縄県内におけるこの警察権どのようにこれから行使していくのかっていうことについて真剣にね話し合いが持たれると思いますよ、ね、私思いますよ。本当沖縄の国会議員何してるんですか。一体こんなことが沖縄で起きてるのにね何してんだよと。いやもう呆れたものがいない。まあ確かに今名古屋の市長選挙すごい激戦ですよ。はい、私もちょっとだけこのぐらいちょっと絡んでます。このぐらいさらっと絡んでますけど、しかしねもう多分控訴断念判決確定までの時間そんなないと思う。多分ギリギリまで引っ張ったと思いますこの尾長が。最初からそれを言うとね当然ながら世論が許さない、大騒ぎになります。日本中からワンワン電話来たり、政府も動いたはず。政府がもう動けないようなギリギリまで待って今発表した。先月の16日ぐらいでしたかね判決は。あ、今月の16日、確か判決確定までは2週間でした。はい、控訴期間というのは2週間ぐらいだったと思いますけど、そのね2週間ギリギリに控訴しないと発表すればもう我々が動きをね我々の動きを制した上で判決を確定できる。そうすると今後同じようなねこういった平和運動いわゆる反社会的活動の現場での、いわゆる混乱地域への活動家の流入を未然に阻止するっていうことはできなくなる。沖縄県警は手足を縛られることになります。他の都道府県では当たり前のようにできることが沖縄県ではできない。本当にめまいがします、うん、
そうですね、サンゴハートさんのおっしゃってることも一理あります。そうですよね、カルガモさん、全国の警察にも前例として適用されたらどうなりますか。これ全国の警察はこれから、例えば角丸とか中核派が国会の前に下馬棒を持って行こうとしてるのもね、行動の自由をお前ら妨害するのかって言ったら道開けないといけないんですよ。沖縄で確定したことは全国に適用される。でもね、私はっきり言うけど、沖縄県警に派遣されてくるトップはいわゆるキャリアですよ、ね、で沖縄で大きな問題も起こさず中央に戻ればまた昇進レースに戻れます。とか沖縄で問題を、ね、起こしちゃうとやっぱり昇進レースが外れてしまう。だからなあなあのお手盛りの対応になってきたっていうのは否めないと思う。最初からね、違法行為でバシバシ逮捕して送検とかしてりゃね、うん、私は状況変わったと思う。道にも飛び出さなかった。虫歯と一緒なんですよ。初期治療が本当に大事。最初で違法行為が出た時にそれをねピシャリと抑え込んでいれば、このようにノビのように広まることはなかった。結局は火傷したらどうしようと思ってビクビクしていたら火が燃え広がってしまった。そしてとうとうこうしてその火に県警自体が飲み込まれることになってしまったのが今の現状。しかしこれね、控訴期限ちょっと調べてみますけど、これがもし控訴を断念して結審した場合、これを前例として全国に適用されます。当然左翼はこれを全国に広めようとするでしょう。そして行動を規制する警察に対して沖縄県におけるは何号における判決に基づいて道を開けなさい、道を開けないんであれば、訴訟を起こしますと、あなた方確実に負けて慰謝料30万払わしますよと言って反社会的勢力が胸を張る、そんな社会になってしまいます。ぜひね、これは止めないといけない。どうにかして止めないといけない。うん、本当にね、私悔しい、はっきり言って悔しいんですよ、ね、こんな時に本当に政治家だったらガチガチやってますよ。自分から突っ込んでますよ。おかしいだろこれっつって、責任ある方々がやっぱりね、言葉を紡がない。そして警察も腰に走って動かない。そんなことがね、結局こういった事態を招いてしまった。法治国家であるはずの日本がこのように法を逆手に取られて、その法を守る、ね、人たちの手足を奪っていく。いや、まさにがん細胞ですよ。これはこれはどうにかせんといかんと思っておりますし、これから私夜また遅くまでその対応にね当たりたいと思っております。絶対にこれをね看過はしません。選挙も大事ですけど、これもね警察官の名誉と尊厳を守るために私は、動くつもりですので、ぜひ皆さんの後押しもお願いします。選挙の状況につきまして明日また報告させていただきます。本当に今日遅くなりまして申し訳ございませんでした。では明日またお会いしましょう。ごきげんよう。